よし、アナザーでやっていきましょう。猫かわいいな。あのさ、知らなかったんですけど、ツイッターでアナザーでのタグ使ったら、後ろに黒い猫くっついてくるんですよね。めっちゃかわいかったです。皆さんもぜひツイートしてみてください。そう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 。なんか未来に来ちゃったんだよね。キラキラ？あ、なにこれ？今日の一通、ボックスかな？おお、石。石。一週間ぶりにやったのがバレた。触れてみましょう。ああ、なるほどね。おお、増え、仲間出てきた。いや、なんかさ、未来にさ、来たけど、戸惑ったりするのかな、こいつ。アップデート。かわいいな。まだ見ぬ仲間と。この辺は、まあいいや、まだ。記録って何？ああ、なるほどね。こういうのがあるんだ。達成したら石もらえるんですね。もらいましょう、ちょっととりあえず。もらえるだけもらっとく。すべてもらう、あるじゃん。結構もらえたね。なんか。10個か。シナリオでももらえるんだ。いいっすね。バトルでも、まあ、もらえると。ゴブリン、え？何体倒したかでももらえたりするんだね。いいね。石が結構増えた気がする。また溜まったら引きましょう、ガチャ。10連だっけ？一回お得な11連やりたいし。お、何？なんだこの鉄の箱は。おー、移動用のカーゴシップです。すげえ。乗るか。こいつ結構さ、ホイホイ行くよね。馬のいらない鉄の馬車だったのか。これしかも空飛ぶ？戸惑ってる。おお、敵出るんかい。え、大丈夫これ。結構レベル低いよ俺。おお、大丈夫だった。仲間強え。オッケー。初めて討伐する。あ、また石がもらえるんですね、これで。あ、下行けんじゃん。こっちも行けたか？行けないか。よし。気を引き締めていこう。やばい、何体倒したかでさ、称号がまたもらえるっていうならさ、まあ、20体ぐらい倒すかって気になるけど、まあ、めんどくさいから行くか。左。お、キラキラ。ブルーコード。これが何に使えるのかよくわかんないな、まだ。武器作ったりとか、なんかそういうのに使えるのかな。うえ、攻撃。よしよしよし。仕留める。我が家に射抜けるものは。レベルアップ。最初の頃のレベルアップは、いや、仲間？またキラキラが先だ。分析。うす。かっけえ。グレルボ。君たち変わった集まりだね。なかなか面白そうな顔ぶれで、いや、村で二人で、なんか、村守ってただけなんだけどね。今はそうだな。しがない一研究者だ。ここで何をしてるかって、ちょっと探し物。なんかさ、なんだっけあのゲーム。すげえド忘れした。ゼノギアスじゃなくて、クロノトリガーとか。あとさ、あ、なんだっけ、すげえ忘れちゃった。あのゲーム。ちょっと調べよう。思い出したってか調べました。サガフロンティアとかさ、クロノトリガーとか、あんな感じの雰囲気が若干しますね。仲間がいっぱい増える感じ。こっちか。なんか道覚えれんなこれ。お、おい、いいね。初期の頃の手の届かない宝箱スキル。てか矢が弱点なんだ。ラッキーだね。じゃあこっち攻撃者多くなっちゃう。よし、そこだ。我が矢に射抜けぬものはない。矢が強い。
矢が強え。主人公の面目片割れ。あら仲間。これ仲間でしょ。敵コナン。うわ、なんだあいつら、鉄鋼人間。それに、あの子、鉄仮面少女。鉄仮面少女。さっきのエイミとかという子が言ってた合成人間ってやつか。え、かっこいい、なんか。アクセルワールドみたいな。私は合成人間。それは傷つけならない強引です。みたいな。即時訂正お願いします。アンドロイド。タイプ203。通称リーカーモデルです。めちゃロボット。ただいまこの一帯危険地域と認定されましたので、どうぞ速やかにお下がりください。かわいい、なんか。ツインテールいいね。いや、でも下がれって言われてもこの状況じゃほっとけないだろう。仲間になるのかな？それはどうもご親切にどう？これといって無理やりなんか話したりとかしないんだね。あ、武器出てきた。制圧させていただきます。覚悟の方はよろしいですか？覚悟の方はよろしいでしょうか？適正勢力の皆様。いいキャラしてるわ、なんか。お、ウィジン！仲間じゃん。やべえ。おお、声がいいね、なんか。はい。よし。オッケー、仲間か。音楽が可愛くなった、なんか。オルハルド、しかしアンドロイドってリーカーその本当に全身鉄でできてるのか気になるところだね。わかんない。金属でできた人間か。自分の目が信じられないよ。人間ではありません。アンドロイドっていうのこだわるね。確かに見えているものが現実だと。何って、いや特に何も。というか自分でも何がどうなってるのかさっぱりわからないというか、なんか混乱してんのかな、こいつ自身も。妹さらわれてるんだからさ、もうちょっと焦ってもいいかなと思ってたけどさ。何やら深い事情が終わりのようですね。私のお手伝いできることありましたら精一杯尽力いたす所存でございます。いかが。俺に力を貸してくれっていうのか。ソーシャルペーパーでして、義を見てせざるは言うなきなりです。読みづれえなこいつの文章。マジ読みづれえ。 OK。 でもそのヘルパーっていうのを雇うにしてもそんなに高い保証を払う必要ないけど、チケットして私のメモリチップに完全怖いな、なんか高額請求されそうで。委員会破産するぞ俺。アルドさん破産するわこれ。リーナ、リーカが仲間になった。僕までに方向地になったりします。すげえ心配なんだけど。エルジオンという街に行ってみたんだけど、いきなり発動すんなよ。方向音痴。このエアポートを抜ければエルジオンです。あ、マジ？仲間が増えた。おお。こっちか。行き止まりか。あ、なんか地図があるから分かりやすいね。こっちね。解除開始。かわいい。ヒット確認。ヒット確認。え、これ回復どうやってすんの？やばくない？待って、回復できる？あ、うん？回復じゃない、これは。これは回復じゃない。アビリティボード。そうだ。猫好き。どうでもいい情報ゲットした。これステータスだね。アルドのアビリティボードこれ解放してた方が良さそうな気がする。ん？味方全体を回復しよう。いいね。ヒール覚えた。
やった回復。とりあえず。はい、全員、アビリティボードをとりあえず回復、習得しさせました。で、リーカがさ、これ、ヒール覚えたんで、とりあえず安心かな。ヒールここでも使えるのかな？使えない。使えない。なんだよ。行こうか。こっちに何がある？お、キラキラ。フォルマリン。さっきの宝箱が気になるな。お、取れた。よし、戻ろうぜ。面白い、マジで、アナザイレン。敵か。いやー、これ一回ヒールやな、こいつは。で、攻撃で。やばい、強くなった。おーおーおお、十分でしょ、これだけいきゃ。よし、アビリティボード解放しただけあるな、やっぱり。序盤はさ、ちょっとステータス上がるだけでもだいぶ違うからね。これ一周した？待って、強そうなんだけど。いけるかな？いけそうだね。うえ。セーフ。すげえ強そうだったけど。あー、これどっちだ？こっちから行くか、とりあえず。奥まで来ちゃったし。迷った。ああ、最初のやつね。よし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 。黄色いレンズ。これが何なのかまだよくわかんない。なんかさ、よくわかんないけど、いっぱいアイテムさ、最初集めたりするよね。これ何なんだろうみたいな。FF10-2 とかそんなんじゃなかったっけ？なんか改造で最後さ、めっちゃ使うみたいな。あれ10だっけ？まあいいや。この手が気になるな。FF6 のさ、あの飛空艇に来たやつ。エレジオンエントランスに移動します。よし、行こう。やっと抜けたわ。回復とセーブ。あ、セーブは。話は進む。しかし何なんだ？このばっかでっかい建物は、バローキーがいくつあるんだ？時代錯誤すぎるよな、多分、こいつ。ちっとも地面がない。妙に落ち着かないぞ、これじゃ。800年前の世界から通ってこられたのは、おそらくは時空の裂け目と推定されます。おお。しかしどうしてそれが、あ、アルドさん、そろそろ。何何何？俺、侵入者になった？ああ、なるほどね。シーズンナンバー。心配ありません。エルジオン防衛監視局の生体認証システム、インターセプターです。分析された。過去にも行くのかな？なんか未来に行ったらさ、過去にも行けなくなるよね。住民登録を希望する場合は、なんか、めんどくさいな。おー。街が。新しい街。これ取り損ねたらやばいアイテムある？どうなんやろ。戻れる気がするけどな。どうなんだろうな。取り損ねたらやばいアイテムあったら困るな。これ取ったらダメですよみたいな。なんかさ、過去で取ったアイテムはさ、未来でなくなるから取っちゃダメだよみたいな。考えすぎかな。100年前に私たちの祖先は汚染された大地を捨てて、天空で生きる道を選びました。あ、それで土がないって言ってるんだ。それを可能したのは、プリズマを人為的にパワーアップした、ゼノプリズマなのです。へぇー。
乗りたい、これ下のやつ。ゼノプリズマ、お、キラキラ。なるほどな。うっす。今日もジェネレーターは正常稼働中。これで今日も平和に過ごせる。ゼノプリズマ様々だね。これがゼノプリズマ。おかしなこと言うな。そいつはもちろんゼノプリズマだよ。あ、天然のプリズマだらけだったんだね。さ、前のさ、世界では。あ、人工のプリズマね。まあ、なるほどね。プリズマによって生き延びてきたんだ。お、入れる。入ってみようか。うわ!エレベーター。ああ、なるほどね。なんだこりゃ。こんにちは。かわいい。知ってる?言い伝えによると何でも遥か昔、人は楽園で暮らしていたそうよ。すげえな。若いのに言うことが。地上は汚染された地面が吐き出す。毒の霧で覆われて、目も開けていられないって本当?世界が崩壊してた。世界が崩壊してたな。入ってみるか、こっちの家も。こんにちは。妙な揺れが多くないかい。ただの地震じゃなくて、なんか自分の存在もどんどんブレて揺れるみたいな。こいつも頭おかしいな。なんかどこ探したらいいかとかあるかな。アイテムもらえたりしない?お!どこタップしたいもん、俺。なんかゲットした。適当にタップしてたら。タッ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 。よし、降りよう。まあいいや、ラッキー。なんかピンとこないんだよね。なんかタンスとかじゃないからさ。タンスとかがあったらここかなみたいになるけど。グーグー。お前仲間になりそうな顔やな。見つかっちゃったな、じゃあ。かくれんぼマスターか。寝るなよ。かくれんぼマスターの称号持ってるからな。こんにちは。考古学マニア。私の石板を見に来た客人かな。君は目の付けどころがいい。聞いてもないのに喋り出したところです。パラシファルの人食いのは恐ろしい。赤毛しかわぬ見れるもの、その胃袋に飲み込まれる。適当にタップしよう。また。何で拾ったんだろう、俺。あ、これ、イベント進むやつね、左が。エレベーターに使うんだ。市民レベルによっては通行制限を課されていたりするから注射する。あ、いい子にしなきゃダメなんだ。了解。とりあえず村探索する。かわいい。こんにちは、セバスチャン。あ、名前がある。私はセバスよ。セバスチャンと呼んでくれていいわ。変な格好。確かに。チャス仲間の友人はこの都市の死生観だから、そんな事態になったら助けてあげてもいいけど、いつか助けてくれそうだな。仲間になってくれたら嬉しいけど。よいしょ、上がろう。一通り上がってみよう。アイテムどこで取ったんだろう、俺。あれ、さっきの子たちじゃん。こういう高性能センサーがあれば何か企んでるのか。立ち入り禁止。気になるな。隠されると見たくなるよね。このレジオンが100年前に建設されたとしているのさっき知りました。それ以来からずっとプリズムの告発家が声高に叫べるようになっているの。プリズマは本当にさ、支えてるんだね、生活を。妙にレトロチックな匂いがするな。大昔から飛び出してきたような。こいつら考えやすぎるだろ、みんな。幻の色とかで、マニアの間では天井の旗と呼ばれていたりするんだよ。もしかしたらあのおじいさんにさ、プレゼントした杖の先につけたあの宝石は、すごい値段で売れるのかもしれない。一通り回ったか?
じゃあこっち行こっか。イベントのやつ。じゃあこっちこっち。利用者レベルを確認しています。現状ではガンマ区画への通行が可能です。はい。ガンマ区画。まあ、続きはまた今度。じゃあまた。